1911年の内軍立図書館、五条市立図書館、創立80周年記念市1980より、五条市立図書館は、奈良県五条市本町にある公共図書館。小学校を巡回している移動図書館自動車、山彦号がある。2016年3月末現在の蔵書数は 94,、94,339冊。2015年2月に、 地元高校生によるキャラクターデザインの五条市立図書館、マスコットキャラクター、スー君が誕生。五条市は、紀伊半島のほぼ中央部に位置し、奈良盆地の南西部にある人口29,785人の町。五条市立図書館は、前身となる内郡立図書館が1900年に五条町に設置される。 奈良県では最初の公立図書館であり、1900年5月10日、皇太子殿下古今礼大展奉祝の記念として設置された。皇太子夫妻は5月23日から6月7日に、三重県、奈良県、京都府を巡京。図書館の初代館長は、郡庁の上田健三。開館当時の閲覧には、閲覧券が必要で、普通と特約の2種類あり。 普通閲覧券は1銭、特約閲覧券は1か年で20銭。1902年度の経費は444円。その後、1978年7月、現在地に図書館が建設される。奈良県での公立図書館は、内郡立図書館の開館以降、1909年11月に奈良県立戦勝記念図書館の開館となる。五条市立図書館は、 五条市本町一丁目一番五号に位置し、東向きに玄関があり、北側で五条市立五条小学校に隣接している。現存の建物は3階建てで1978年7月に現在地に建設されるが、エレベーターは未設置。延べ床面積は761平方メートル。駐車場は 市役所の北側駐車場の利用が可能インターネット上での予約、取り置き、貸し出し状況の確認ができるサービスがあり、利用者登録することで利用ができる。カウンター、またはインターネットから一人五冊まで本を予約できる。コピーは図書館蔵書の本に限り、セルフサービスで可能。インターネットの利用は一回三十分まで。図書館に来ることが困難な住民に、 五条市立図書館所蔵の図書、雑誌を合わせて5冊まで期間は2週間で、貸し出し資料を宅配するサービスを行っている。読んだ本のタイトルや感想など、読書の記録を残すための、読書通帳をカウンターで配布している。また、2013年4月から、奈良県五条市、大阪府河内長野市、和歌山県橋本市の府県を接する三市では、各市の図書館で、 貸し出しが行える図書館相互利用を実施している。考え貸し出しには利用者登録が必要で、その地域に在住の場合は利用者登録をすることができる。主なイベント考え貸し出し会館時間休館日。ありがとうございます。